反対側から、駅舎を出て、左の建物が、トイレ旧駅舎、上ズ駅は、和歌山県日高郡日高川町大和カズにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅で、短式側に、駅本屋がある。島式の2.3番のリバーへは、古線橋で連絡している。 コルゲートパイプを使用した簡易な駅舎があるが、ごぼう駅管理の無人駅であり、自動券売機は設置されていない。愛国家のチャージもできない。2016年9月までは、木造の駅舎が使用されていたが、新駅車使用開始に伴い閉鎖された。2016年10月共用開始の駅舎は、同年7月下旬に着工して2ヶ月半ほどの炭鉱機で完成させた。 コルゲートパイプを利用した簡素なもので、設計、試行とも JR 西日本ビルと和歌山支店が担当した。直径3.5メートル、長さ3.7メートルのパイプの一部を地面に埋めて、固定した構造で10平方メートル以下の面積であり、建築確認申請が省略されている。トイレは駅舎横にあり、上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。 上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場であり、通常の発着にはこれらのホームが使われる。2番乗り場は上下線共通の対比線となっている。2015年3月14日現在のダイヤでは、和歌山方面行きのみ、特急対比が設定されている。聞いた鍋方面は、線路保守目的で一部の列車が停車するのみである。川辺天文公園の開園に合わせ、 1995年4月20日から1999年5月のダイヤ改正までは午前中にこの駅で折り返す列車が設定されていた。新大阪発の快速列車で御ぼ駅からの臨時延長扱いであった。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。山の公園行1便目は山の公園にて市川港、大滝川行、水戸の川行に接続。 ありがとうございます。